その子供は著しく成長が遅くなっている。アイボ、追って。まただ。彼は6年前からほとんど見た目が変わっていない。まさか。現在の年齢は18歳。ホラドリの研究唯一の成功例だ。夢を見たの。そうか。あまりいい夢じゃなかった。疲れてるんじゃないか。あなたの夢だよ花。ここはそのための部屋なんじゃないか。それともカラオケボックスだったかな。心臓のことなら心配するな。激しい運動をしなければ何も問題はない。さっきも言ったが、私はゲノム編集を施されてこの世に生み出された。そうして誕生した子供たちは他に何人もいる。ホラドリの目的は不老不死の実現だった。そのために多くの子供たちが使われたんだ。ホラドリ力、あの男は長年の狂気の末不老不死の研究をほぼ成功させたらしい。数十年かけてようやくな。ほぼっていうのは。完全に老化を止めることはできなかったんだよ。ただその速度を著しく遅くすることができただけで。とはいえホラドリとしてはそれでも全く問題なかっただろう。それよりもはるかに難易度の高いあることを彼は成し遂げていたし。あること。老化速度の減少作用はゲノム編集された受精卵から発現したものではなかったんだよ。ホラドリはすでに成長している体の全細胞、その DNA の全てを組み替え作用をもたらすことに成功したんだ。そうでなければホラドリ的には意味がなかっただろうしな。どれだけ実験を重ねても彼が受精卵に戻ることは不可能だから。最後に一つ教えて。あなたの夢の中最後に見えたのは私がよく知ってる男の子の姿だった。
彼も実験の被害者なの。そうだ、縁田翔真君。そう、彼が実験の唯一の成功例、不老不死の呪いを受けた子供だよ。こたつ。ん？勝手に入らないでって言ったよね。言ったっけ？言ったでしょ。あ、もしかして怒った？怒っただけに。帰ってくれる？やだ。なんでだよ。だってこたつは二人で入るものじゃない？まだ若いのにとても賢いのですね。そんなあなたならナイクスの教えも理解できるでしょう。あなたが絶望するこの世界は所詮仮初めのもの。真の世界へと下脱することで全ての悩みから解放されるのです。なんか騒がしかったみたいだね。ネットで見たよ。あれ、ナイクスがやったみたいなの。何か知ってることない？悪いけどこれと言ってないかな。ネットではニルバーナ構想ってやつと何か関係があるんじゃないかって言われてるけど、昨日も言った通り僕その計画のことは知らないんだ。しぐれさんも教えてくれなかったし。どうだろう、目をかけてくれてたとは思うけど、バッツ490の暗号を解いた人の中では僕が一番若かったみたいで。あ、そうだ、あの暗号が示してた地点ってどこだったの？ナイクス日本支部の地下にある大聖堂だよ。正確に言うとその上にある階段室。そこから螺旋階段を使って下に降りていくと大聖堂にたどり着くんだ。6年前僕は暗号を解いてそこに行き、しぐれさんに会った。でナイクスの思想とか理想とかいろんな話を聞かされてコロッと系統しちゃったと。うん。瑞希、デリカシーって言葉知ってる？お惣菜売り場のことかな。ゲノム編集のことどこかで知ったんだね。まあね。だけど安心して、私も同じだから。え？私といっても私の場合は受精卵からだけど。そっか、驚かないんだね。だって瑞希の超人的な力知ってるから、むしろやっぱりねって感じで。何が？翔真くん今一人暮らしでしょ？大丈夫だよ、姉ちゃんがよく来るし。え？翔真くんお姉ちゃんがいるの？あれ言ってなかったっけ、瑞希がよく知ってる人なんだけど。私が知ってる人？誰？甘めだよ、土井甘め。翔真くん豆ちゃんの弟だったの？そんなに驚かなくても。まあ親が離婚して姉ちゃんの名字は変わっちゃったし、分からなかったとしても無理はないけどさ。チョコ？だって今日はバレンタインデーでしょ。あれ、なんだろうこの感じ。
にも僕、瑞希から同じチョコをもらったような気が。私が？うん。変だね。私はあげてないけど。デジャブってやつかな。とにかく、その、ありがとう。僕は機械工学には明るいけど、遺伝子工学についてはさっぱりなんだ。だから詳しいことはわからない。ただ実験の成果については誰よりも一番よく知ってるけど、この体を見れば一目瞭然だからね。瑞希だっておかしいと思ってたでしょ。まあ実験のことまでは知らなかったけど。瑞希って変わってるよね。どこが？僕に対して普通に接してくれてるじゃん。これまでもそうだったし、今も。中学や高校のやつらは違ったよ。僕のこと気味悪がって避けたり蔑んだり嘲笑ったりして、最終的にはひどいいじめにもあってた。教科書をビリビリに破られたりしてね。それで学校行かなくなっちゃったんだ。デリカシー。ごめん。あ、そうだ、しぐれさんのことだけど、これも6年前の話だよ。いつものように大聖堂に行ったら、しぐれさん祭壇の奥の方にいてさ、そこでこちらに背を向けて何かを見てたんだ。後ろ姿だったけど、そのことに集中してるのは分かって、僕は邪魔したら悪いと思って静かに近づいていったんだ。そしたらしぐれさん僕のことに気づいて、今まで見ていた何かを、多分ファイルみたいなものだったと思うけど、それを慌てて壁の奥にしまったんだよ。そこには小さな隠し金庫があってさ、しぐれさんはその中にそれを突っ込むとピシャリと扉を閉めて行ったんだ。いいですか、今ここで見たことは誰にも話してはいけません。絶対にです。わかりましたね。驚いたよ。しぐれさんにそんな風に威圧されたのなんて初めてだったから。きっとそのファイルには何か重要なことが記されてたんだと思う。誰にも知られたくない秘密みたいなものが。それが大聖堂の祭壇の奥、隠し金庫の中にあると。うん、こいつは大きな手がかりになるかもしれんな。だね、調べないわけにはいかないよ。だがあそこは6年前の爆発事件で、螺旋階段も崩落しちゃったんだよね。だったら問題ないよ。入り口はもう一つあるんだ。え、もう一つ？は？何なのこれ。鍵がかかっているな。しかも大量に。6年前に大聖堂に行った時はこんなの存在しなかったのに。それはこことは別の階段室だろ。そうだけど、 X 線で透視してみた。この扉は恐ろしいほど硬質な素材でできている。かけられている鍵も特殊な調合金でできているので、お前の怪力をもってしてもこじ開けるのは不可能だ。他に入り口は？知らん。知らんって。少なくともナイクスのビルの図面にはそれらしきものは記されていない。じゃあどうすれば。そっか、ライアン。この公園にライアンが？
そのはずだ。さっきスマホの電源が復活してここにいると分かったんだ。でも見当たらないみたいだけど。その代わりあそこに絆が。本当だ、行ってみよう。やっほー、キズナッチ。キズナッチ？お姉さま、こんなところでどうされたんですか？ちょっとライアンに用があってさ。それよりキズナッチ、なんか暗いけど大丈夫？ええ、大丈夫です。ならいいんだけど。ところでライアンのこと知らない？彼でしたら自動販売機に飲み物を買いに。あ、そっか、もしかしてデート中だった？ごめんね、なんか邪魔しちゃって。まあ昨日付き合ったばかりなのにどうってこともないか。キズナッチの様子やっぱり変だよ。昨日はあんなに晴れやかな笑顔を見せてたのに。何か悪いものでも食べたんじゃないか。ごめんごめん、キズナッチ。あそこの自販機電子マネーに対応してなくてさ、おまけに釣り銭入れで千円札が使えなくて、ほんと参っちゃうよな。みずきちゃん、いつの間に。ずっといたけど。ベタな展開だな。でもなんでこんなところに。ああ実はね。ダメダメ、証拠だったらお断りだよ。今年はキズナッチからしかもらわないって決めてんだ。まあ去年くれたやつは一人もいなかったけどな。ついでに言っとくと、キズナッチからもまだもらってなかったりするんだけど。とはいえそんなことはどうでもいいのさ。こうしてキズナッチといるだけでチョコよりも甘い濃密な時間が。ごめんなさいライアン。うん？もうあなたと会うことはできません。あ、アウトコア。悪いけどキズナッチ、日本語で言ってくれないと。ですからあなたとはもうお付き合いできない、そう申し上げているのです。キズナッチ、なんで。お姉様は黙っていてください。それってマジで言ってる？はい。だけど急にどうして。あなたのことを嫌いになったからです。顔も見たくないくらいに。キズナッチ。今日はそれだけお伝えしに参りました。どうか私のことを忘れてあなたは幸せになってください。ではさようなら、ごきげんよう。キズナッチ、本当にどうして。あー、ちょっとそこのお兄さん、あなたライアンさんでござんしょ。ああそうだけど。シエダリーチさんからでござんす。あなたに渡してくれた。俺に。ではあっしはこれで失礼するでござんすよ。札束か。ふっそうか、そうか。
絆地と手を切るとなるほどね、そんな風に見られてたってわけか。くそくそ、こんなもんいるかよ。ライアン、悪いけど一人にしてくれないか。水木、情に流されるな。我々の仕事は事件の捜査であって。分かってる。ライアン、あのね、こんな時に言うのも心苦しいんだけど、実は一つ頼みがあって。鍵なら開けねえよ。え？もうやめたんだ。人に頼まれて鍵を開けるのは。どうして？戻りたくねえからだよ、あっちの世界に。わかんねえのか、犯罪の片棒を担ぐような真似はもう二度としたくねえって言ってんだ。水木、